ジョージ・フロイドの死では、アフリカ系アメリカ人の黒人男性、ジョージ・フロイドが、2020年5月25日に、ミネアポリス近郊で、警察官の不適切な拘束方法によって、殺害させられた事件について解説する。2020年5月25日当日、警察官、デレク・ショービンを、被疑者とする告訴状によると、ニセドル殺の使用容疑により、手錠をかけられたフロイドが、 呼吸はできない、助けてくれ、と懇願していたにもかかわらず、8分46秒間、フロイドのケ部を膝で強く押さえつけ、フロイドを死亡させた。その時間の中で、フロイドの反応が見られなくなった後の2分53秒間においても、当該警察官は、フロイドのケ部を膝で押さえつけていた。フロイドは手錠をかけられ顔は路面に押さえ込まれていたが、なおも、 当該警察官は膝でフロイドの警部を押し付けていた。その他3名の警察官の関与が確認されている。事象が発生した場所この事件は2020年5月25日、ミネソタ州ミネアポリスのダウンタウンの南にあるパウダーホーンでのフロイドの逮捕中に発生した。事件の天末は同行していた友人らと数人の一般人が 携帯電話で撮影した動画に記録されている。警察は声明の中で逮捕は車から降りるように命じられたフロイドが物理的に抵抗した後に行われたと説明したが、この主張は近くの防犯カメラ映像及び前述の一般人による動画の記録と食い違っている。フロイドが繰り返し息ができないと言っている逮捕の録画動画は ソーシャルメディアプラットフォームで広くるフされ、メディアによって放送された。関与した4人の警官は、翌26日に解雇され、押さえつけていた元警官は29日に逮捕、起訴された。連邦捜査局は、ミネアポリス警察の要請に応じて、この事件に対する連邦公民権調査を実施。一方、ミネソタ刑事逮捕局は、ミネソタ州法の違反の可能性があるかどうかを、 調査している。フロイドの死因については、遺族の要請を受けて検視が行われた。外傷性の窒息の形跡はなく、冠状動脈疾患や高血圧が死亡につながった、抗酸が大きいとされていたが、検視の結果、6月1日、独立検視官らは、窒息死と断定。検視に当たったアレシア・ウィルソン医師は、形跡から、死因は、機械的窒息で、 殺人による死亡と判断されると表明。検視に立ち会ったマイケル・ベーデン医師も、ウィルソンの意見に同意するとした上で、フロイドに死亡原因となるような持病は見られなかったと指摘した。同日、ヘネピン軍検視官事務所は正式な死亡検案書を公表し、警官に拘束され、首を圧迫されたことによる心肺停止と発表。また、 フロイドには心臓疾患と直前の薬物使用の痕跡があると発表された。フロイドの死亡後26日から行われたミネアポリスセントポール地域でのデモ活動は当初平穏なものであった。しかし翌27日には一部の参加者が暴徒化し店舗での略奪などが起きたため警察が催涙ガスを使用した。さらに28日には ミネアポリス死刑第3文書が放火され、警察官への投石を開始、周辺地域では警察署の窓が割られ、複数の店舗が消失したり、他の店舗の物品が略奪されるなどの被害を受けた。また襲撃を受けた店舗のオーナーや自警団もデモ隊へ、発砲で押収するなど現場は激化。警察はデモ隊に対し、フラッシュ板やゴム弾を発射した。 ミネアポリスで略奪や放火など破壊行動にあった店舗のオーナーには人種的マイノリティもいたという。こうした暴動に対し、フロイドの弟は皆さんは一体何をやってるんですかと覚醒器で呼びかけ、地元をめちゃくちゃにしないで、そんなことをしても兄は戻ってこないと強く非難した。ミネアポリス市長の要請を受け、ミネソタ州知事は28日に、 周辺の派遣を認めた。28日にはシカゴ、ロサンゼルス、メンフィスなどでもデモが発生。29日にはホワイトハウス前でも抗議行動が起こるなど、全米各地で騒乱が相次いだ。これに対し、ミネソタ州知事は30日の記者会見で、28日から29日の暴動については、もはやフロイドの視野。 人種差別問題は関係なくなっていると批判し、周辺全員を動員すると発表した。トランプ大統領は29日、州知事に軍を派遣する意思があることを告げた上で、いかなる混乱があろうとも、我々は事態を収束する。略奪が始まれば、銃撃が始まるとツイートした。ツイッター社は、その投稿が規定に違反し、暴力を美化しているとの注意喚起の表示をつけた。 大統領は付け加えた。米調査会社モーニングコンサルトによる調査では、暴動や略奪暴徒と化した抗議デモに対して、共和党、民主党問わず国民の過半数が、軍隊による鎮圧を支持していた。一方、ロイター、イップソスの世論調査によると55%以上が、抗議に対するトランプの対応に不満を示し、そのうち40%が、強い不満。 そしてわずか3分の1がトランプを支持していた。フロイドの死は2014年のエリック・ガーナー窒息死事件と比較されている。ガーナーの事件ではニューヨークの警察官が逮捕時に11回も息ができないと叫ぶ丸腰の黒人に対して首締めを行い続けた。ジョージ・フロイドは46歳のアフリカ系アメリカ人の男性。 テキサス州ヒューストン出身の彼はマルチスポーツアスリートとしてイエーツ高校に通い1993年に卒業を。彼はヒューストンを拠点とするヒップホップグループスクリュードアップクリックと仲間のラッパーであり DJ スクリューからリリースされたミックステープでビッグ・フロイドという別名でフリースタイルをしていた。その後立て続けに窃盗や 薬物所持で逮捕され、2007年にはヒューストンで住居侵入し武装し、妊婦に銃を突きつけて強盗した容疑で起訴され、2009年に裁判で司法取引を受け入れ、懲役5年の判決を受け収監された。出所したフロイドはミネソタ州セントルイスパークへ転居。近くのミネアポリスでレストランの警備員などの職に就いた。 死亡する少し前には COVID-19 パンデミックに基づくミネソタ州の在宅指示の影響で仕事を失っていた。また自身も4月に行った COVID-19 の検査で陽性反応が出ていたが、検視報告書では死亡時にはすでに無症状で二次感染の恐れもなかったと報告された。フロイドは 出身地のヒューストンに住む6歳と22歳の2人の娘の父親でもあった。弟であるフィロニーズ・フロイドは CNN のインタビューにて黒人男性が絶えず何度も殺されるのを見るのに疲れている。人々は引き裂かれ傷つけられていると語った。フロイドの首を膝を使って地面へ押し付けていたのは当時44歳の白人警官。 デレクショービンであると確認されている。彼は2001年頃から約19年間、ミネアポリス警察の警官だった。当該警察官に対して18件の苦情が公式記録に残されており、そのうち2件は懲戒所管を含む懲戒処分とされていた。また、彼は3度の人種的マイノリティに対する銃撃に関与しており、2006年には、 ラテン系アメリカ人男性が当該警察官を含む6人の警官から42発の銃弾を受けて死亡した。その他、2008年には黒人男性が銃撃され、2011年には彼がパトロールカーで巡回中に自転車に乗っていたアメリカ先住民の男性が銃を持っていたという理由で職務質問しようとしたところ逃げたため追跡して銃撃した。 黒人男性もアメリカ先住民も彼から銃弾を受けたが、いずれも命は取り留めた。ちなみに彼の妻ケリー・ショービンはラオス生まれで難民としてミネソタ州に移住したモン族コミュニティの出身である。妻の二人の兄弟の一人はセントポール市の警察官でもある。 妻は事件を受けて弁護士と話し合い2020年6月2日に離婚を申請した。相棒の警官については彼も白人警官の妻と同じくラオス移民の両親を持つ門族コミュニティ出身者で2009年に警察アカデミーを修了し2012年にフルタイムの職で雇用された。2017年には 武力過剰行使の訴訟の被告となったが、2万5千ドルで法廷外和解を成立させた。その場にいた他の二人の警官には過去に苦情を受けた記録はなかった。事件後、四人の警官全員が解雇され、直接行為を行った警官は解雇後に第三級殺人罪などで起訴された。6月3日、遺族の許可を得て、フロイドの遺体の解剖結果が公表された。 拘束されている間に心臓発作を起こしたことが死因であると発表され、ミネソタ州検事総長は第3級殺人罪での起訴を第2級殺人に格上げし、他の3人の警官も法女と教差で起訴した。元クラブ所有者のマヤ・サンタマリアによると、フロイドと警察官の商品はどちらも警備員として働いており、ラテンナイトクラブで交代勤務をしていた。 彼女が言うには、ショービンは17年間そこで働いており、フロイドも十数回イベントで働いていた。また彼らが知り合いだったかはわからないが、そうとは思えないと語った。サントマリアは当時、ショービンらとアフリカ系アメリカ人の客の喧嘩に対して、催涙スプレーを周囲に撒くなどの過剰な対応を取っていたことを認めた。 メモリアルデーだった5月25日の午後8時を過ぎた頃、ミネアポリス警察の警察官は、ミネアポリスのパウダー法音ー地区にあるシカゴアベニューサウスで起きている偽造事件に応対した。ワコによると、その内容は、フロイドが近くのデリで偽造文書を使用しようとしたことだった。警察の発表によれば、商店で偽の20ドル札を使おうとした客がいると通報が、 あり、警官が出動した。現場である食料品店カップフーズの共同所有者によれば、フロイドは従業員が偽札と特定した20ドル札を使おうとした。なお、この20ドル札が実際に偽札であったかどうかは公表されていない。警察によると、フロイドは近くの車に乗っていて、酩定しているように見えた。 警察のスポークスマンによると警官は彼が物理的に抵抗した時点で車両から降りるように命令したという。しかしこの主張はこれまでに公開されている目撃者による動画の証拠によって否定されている。ミネアポリスの警察によると警官は容疑者に手錠をかけると彼が健康的問題の痛みで苦しんでいるように気づいた。その後救急車を呼んだ。 ミネアポリス警察の声明によると、逮捕に武器は使用されていない。ミネアポリス消防局によると、救急隊員はフロイドをその場所から移動させ、無反応で脈のない男性に対して、胸骨圧迫や、その他の救命措置を行っていた。フロイドはヘネピン軍医療センターに移送され、そこで死亡宣告された。逮捕の一部は一般人によって撮影され、 フェイスブックライブにストリーミングされた。この動画は口コミで広まった。動画が始まると、フロイドはすでに地面に胸を押さえつけられ、ショービン警官は首に膝を押し付けている。フロイドはショービンに繰り返し、お願いだおよび息ができないと言いながら、うめき、うなり、すすり泣きもしている。撮影者らは警察に、もう押さえ込んでいるから、彼に呼吸させてと懇願している。 撮影者が友達の一人が同じように死んだんだと言うと、フロイドは私も同じように死ぬところだと答えた。その後、ショービンはフロイドに落ち着くように言う。警官はフロイドに何が望みだと尋ねる。フロイドは息ができないと繰り返す。フロイドは続けて首にある膝をお願いします。息ができない。という。誰かがフロイドに 立ち上がって、車に乗るように言った後、フロイドは答えて、そうする、が動けないフロイドはさらに、ママ、と叫ぶ。フロイドは、胃が痛い、首が痛い、すべてが痛いと抵抗し、水を要求する。しかし警察はフロイドに何も声を出さない。フロイドは、殺さないでくれと懇願する。傍観者はフロイドが鼻から出血していることを指摘した。もう一人の傍観者は、 フロイドが今は逮捕にさえ抵抗していないぞと警察に話す。警察はフロイドが話しているし元気だと傍観者に伝える。傍観者はフロイドは元気じゃないと答える。傍観者は警察がフロイドの呼吸を止めていることを抗議し、地面から彼を離してもう今は彼を車に乗せることができるのに彼はもう逮捕に何にも抵抗していない。 あなた楽しんでいるんでしょ。と彼らを説得している。フロイドは最終的に沈黙して動かなくなるが、商品はフロイドの首から膝を持ち上げない。傍観者たちはフロイドが反応していないと抗議し、フロイドの脈拍を確かめるよう警察に繰り返し要求する。そして傍観者は彼らはまさか彼を殺したの。と問う。 最終的に救急車が到着し、緊急医療機関がフロイドの無反応の体を担架に乗せるまで、ビンは膝を外さない。フロイドは HCMC 救急隊員によって、最初は脈拍のない状態と分かったが、救急隊員は心肺蘇生法を開始しなかった。患者は救急車に乗せられ、ミネアポリス消防署の事件報告から明らかなように、 36番街とパークアベニューに移送。男性の傍観者は警察が本当にフロイドを殺したんだと言っている。ショービンはフロイドの動きを止めた後の約4分を含み少なくとも7分間フロイドの首の上に膝を押し付けていた。救急車の医者はフロイドの脈拍を数回測ったが脈はなかった。彼は病院で死亡宣告された。 車内から撮影された二人目の傍観者の動画は、フロイドが車から外されている様子を捉えている。バイス氏は、フロイドが抵抗しているようには見えない。ただ彼の車の隣に立っていると記述。インデペンデントは、動画は、二人の警官が明らかに抵抗していないフロイドさんを車から引っ張り出しているのを捉えていると書いている。またフロイドが車の外で立っている間も、彼は、 呼吸ができないと繰り返し言っていたという。近くのレストランの防犯カメラからの6分の動画がメディアに提供された。二人の警官が男を車から降ろすところを捉えている。男は手錠をかけられて歩道に運ばれ、そこで座っている。三番目の警官が到着する。その後ある警官は再び男が立ち上がるのを助け。 二人の警官が男を警察車両に連れて行き、そこで男は地面に倒れる。CBS ニュースによると警察は当初フロイドが逮捕に抵抗したと主張していたが、この監視ビデオは警官が彼を穏やかに引き止めているのを示している。CNN は監視ビデオはジョージ・フロイドが逮捕に抵抗したという警察の主張を支持しないと書いている。別の角度からの事件の動画は、 CBS イブニングニュースが報じたもので、3人の警官が地面へ押し付けている間、もう1人が彼の上に立っていることを示している。ウォールストリートジャーナルは、それを3人の警官がフロイドの上に座っているように見えると述べた。ミネアポリスパーク警察署とは異なるの1人の警官が、フロイドが MPD の警官に拘束された場所にいた。その部署は、 5月28日にその警官のボディカメラ映像を公開した。この映像は MPP の警官がフロイドの車から出てきた二人の乗客に救急車が現場に到着すると言って安心させ待機するように伝えているところを映している。CNN は警官は事件が発生した時にそのようには動いていていないと述べた。5月26日。 ミネアポリス警察のメダリアーラドンド警察庁は、当の警官たちは休暇を取っていると発表した。その日の遅く、当事者である4人の警官を解雇した。その日、連邦捜査局は事件を調査していると発表した。警官のボディカメラからの映像が、ミネソタ刑事逮捕局に渡された。公民権弁護士のベンジャミン・クランプが、フロイドの家族を代弁している。 5月27日、デレック・ショービンを標的とする語法がソーシャルメディアで広まり始めた。特に、ショービンはメイク・ワイズ・グレート・アゲンの帽子をかぶった写真の対象であり、ショービンは後に行われた政治集会でドナルド・トランプと一緒に舞台に上がったとの主張は偽りである。5月28日、米国司法省は FBI との共同声明により、 フロイドの死についての調査を最優先事項としたと発表。経験豊富な検察官と FBI の犯罪捜査官をこの問題に割り当てたと伝え、捜査の次のステップの概要を徹底的な調査により入手可能な全ての情報を集め、目撃者からの情報と証拠を徹底的に吟味し、もし連邦法違反があったと判断された場合は、 刑事責任を問うと説明した。ウォールストリート・ジャーナルは、継続的な調査については、多くの場合落ち着いていった区長の司法省にしては、これは特に強力な声明であると述べている。フロイドの死の翌日である5月26日、抗議者たちはこの場所に集まった。5月27日に撮影された。 事件が発生したバス停近くの臨時的な記念日5月28日の暴動後の建物の損傷ミネアポリスのコミュニティの怒りをきっかけにシカゴアベニューのフロイドの死の場所にあったバス停留所が間に合わせだが記念日となった。5月26日の1日中、フロイドへの経緯とブラックライブズマターの運動に関連して多くのプラカードが掲げられた。 日が進むにつれて、より多くの人々が、フロイドの死に抗議するために集まった。数百人と推定される群衆は、その後、ミネアポリス警察の第三管区を更新した。参加者は、ジャスティス・フォー・ジョージ、アイ・キャント・ブリーズ、ブラック・ライブズ・マターなどのフレーズを含むポスターやスローガンを使用していた。抗議運動は何百人もの人々を引きつけ、平和的に始まったが、 抗議者たちがスプレーペンキと石で警官の車の窓を破壊したことで最高潮に達した。シカゴアベニューサウスから第3区までの更新に続いて少数の抗議者グループが最初の群衆から離れ第3文書とパトカーを破壊した。午後8時ごろ、暴動の中で機動隊がビーンバック弾と化学薬品を群衆の中に発射した。 抗議行動はシカゴアベニューサウスを含み5月27日も続いた。デモ隊はまた前夜に破壊された地区外で抗議。午後6時頃から警察は科学的刺激物を配備し始め、その地区でゴム弾を使って多数の抗議者を撃った。ソーシャルメディアの多数の動画はいくつかの抗議者が車の窓を壊し、警察に物を投げていることを映している。 夕方までにイーストレイクストリートのオートゾーンは炎上し、ソーシャルメディアの動画投稿では近くのスーパーマーケットのターゲットで大規模な略奪の動画が流れ始めた。ミネアポリスのミッドタウンにある30を超える企業が木曜日の朝までに被害を受けた。質屋の所有者は強盗だと思った男を射殺した。強奪は5月28日に 近くのセントポールにあるターゲットでも起こった。ウェンディーズが火事になり、ターゲットやダラーツリーなど他の店舗が強奪されて周辺地域に被害を与えた。強奪はセントポール、ミッドウェイの CVC ファルマシア、ディスカウントタイヤアウトレット、ウォルグリーンストアで起きた。5月28日、ミネアポリスの夜が明けると第3文書の両側の建物で火災が発生し、 建物の内部で火災警報器が鳴った。建物を囲む一時的なフェンスが取り壊されたため、警察は抗議者に対して催涙ガスを使用した。警察が避難している間、第三文書は抗議者らによって倒された。その後、抗議者たちは建物に火をつけた。全国抗議5月27日にロサンゼルスで抗議行動が行われ、 約500から1000人の抗議者が午後4時頃にダウンタウン近くの US-101 の両方向を妨害するためミネソタからの抗議者と同様の標識とスローガンで手を握った。抗議者たちはカリフォルニア高速道路のパトロール車両を少し遅らせてからは午後6時30分頃にはチリジリになった。5月28日、ロサンゼルスのダウンタウンにある ロサンゼルス警察本部の外で小規模な抗議行動が続いた。抗議行動は5月28日、29日の朝にキャピトルスクエア近くのオハイオ州コロンバスで行われた。300人以上が関与し、抗議は当初は平和だったが、暴力とその被害から警察が催涙ガスを撒く結果になった。その後、抗議行動はますます激しくなり、企業、 バス停、オハイオ州議会議事堂の窓が損傷した。警察は、数人の抗議者を逮捕し、唐辛子スプレーと手榴弾を使って、さらに追い散らした。また5月28日、コロラド州デンバーのデモ隊は、ジョージ・フロイドの死に抗議しながら高速道路を封鎖。警察は、群衆に、ゴム弾と、催涙ガス弾を発射した。ある時点で車両の運転手が、 故意に抗議者の上を引くようにハンドルを切った。5月28日、ニューヨーク市では100人近くの抗議者がユニオンスクエアに集合し、警官へ抗議をする40人以上が交通をすべて止めたため逮捕された。テネシー州メンフィスで約40人がサイレントデモを行い、フロイド、ブリオナ・テイラー、アマード・アベリーの死に抗議したことで、フェイスブックグループの南軍901や、 メンフィス警察などの抗議反対者との口頭での対立が起こった。5月29日、トランプ大統領は首都ワシントンにて発生していた暴動が激化したことにより一時的にホワイトハウスの地下号に避難したと報道された。1時間足らずで避難は終了したという。5月31日、トランプ大統領は暴徒化した一部の抗議活動を アンティファという極左組織が先導しているとして、ツイッターでアンティファをテロ組織に指定すると表明した。その後、白人市場主義グループがアンティファを装ったアカウントで暴力行為を呼びかける投稿をしていたことが判明、ツイッター社がアカウントを凍結した。6月1日、トランプ大統領は州知事らとの電話会議で各州の対応を弱腰と非難。 地元当局の行動が不十分なら、自ら軍を動員すると表明した。6月12日、デモ隊がシアトルを占拠、キャピトルヒル自地区設立を宣言した。デモ隊は抗議者の犯罪行為と刑事処分の帳消しを求めている。また、州知事は、町を奪還すべきというトランプ大統領の姿勢を軍事的脅迫として非難し、同志市,市長は、 シアトルが占拠されるなどという脅威はないとして、トランプ大統領の提案を意見と一周した。だが、デモ隊への具体的対応は明らかにしていない。自治区内で銃撃事件が相次ぐなど治安が悪化したことから、2020年7月1日に警察が強制排除した。フロイドの糸子と二人の兄弟が CNN にインタビューされた。 彼のいとこであるテラ・ブラウンは警察を批判し、次のように述べている。彼らは仕事をして守るためにいるはずだが、彼らの中の一人も、フロイドが命乞いをしている時に指さえ差し伸べなかった。彼の兄弟の一人は感情を映しながらこう述べた。フロイドには彼らは、テーザー銃でよかったかもしれないのに、催涙銃でもよかったかもしれない。代わりに、彼らは、フロイドの首に膝を入れて、 彼の上にそのまま座り、そうし続けた。彼らは動物を扱うよりも、ひどい扱いをした。フロイドの兄弟であるフィロニーズは、平和を呼びかけ、今、誰もが多くの痛みを抱えているから、これが起こっているのです。黒人が死ぬのを見るのにうんざりしています。フロイドの長年の友人で、 元プロバスケットボール選手のスティーブン・ジャクソンは死後の彼の怒りと悲しみを表現し、あの逮捕の動画は私をズタズタにしたと述べた。フロイドのガールフレンドであるコートニー・ロスは、コミュニティは彼の死に敬意を表する形で対応するように求め、彼女はこう述べた。火には火で戦えない、すべてが燃え上がるだけだ。1日中見てきた人々は憎み、怒り狂っている。 フロイドはそれを望まないでしょう。フロイドの弟のテレンス・フロイドは6月1日、兄が死亡した場所を初めて訪れ、倒れそうになったテレンスを二人の男性が支えた。テレンスは涙を流しひざまずいて、祈りを捧げた後、核兵器を握りながら、暴力的な方法ではなく、平和的な解決をしようと強い口調で訴えかけた。 一番怒りを感じているのは自分だとした上で、破壊行為を続ける抗議者たちへ、あなたたちがやっていることは何にもならない。そんなことをしたって、兄は戻ってきませんと語り、政治への参加で社会を変えることを訴え、集まった人たちと、左に平和を、右に正義をと繰り返し叫んだ。事件が発生したハックのミネアポリス市議会議員のアンドレア・ジェンキンスは次のように述べている。 昨夜の38区シカゴの近くでの悲劇的な命の喪失に心が痛む。私たちのコミュニティは何度も何度もトラウマを抱え続けています。私たちは答えを求めなければならない。ミネアポリス市長のジェイコブ・フライはこのように発言している。アメリカで黒人であることが、すなわち死刑判決であってはなりません。五分間、我々は白人の警官が膝を、 黒人の首に押し込むのを見ました。誰かが助けを求めているのを聞くとあなたは助けるはずです。この警官は最も基本的な人間の感覚を喪失している。フロイドの死の翌日、市長は当の警官解任を正しい判断と呼んだ。フロイドの死の2日後、フレイ市長はフロイドの死の人種的性質を強調し、商品が 刑事責任を問われるよう呼びかけた。もし大半の人、特に有職人種が、あの月曜遅くに警官がやったことをやったとしよう。そしたら、もう獄中だろう。だからこそ、今日私はこの事件で、ヘネピン軍の検事マイク・フリーマンに逮捕官を起訴するよう呼びかけている。その夜の CBS とのインタビューで、フレイはこう尋ねられた。あなたは、 それが殺人だったと思いますか彼は答えた。そうです。ミネソタ州第五議会畜選室の会員議員イルハンオーマルは連邦捜査を求め、助けを求めている黒人が無力に殺されるのを見るのはうんざりだと語った。彼女はさらに付け加えた。ジョージ・フロイドを殺した警察官は殺人で起訴されるべきです。ティナ・スミス上院議員と ティム・ォーレズ知事もまた即時行動を求めた。翌日、上院議員のエイミー・クローブシャーは次のように応じた。彼は呼吸できないと繰り返していたのを我々は聞いています。何度も何度も息ができないと。そして今、さらに恐ろしく腹綿をひねり込むようなアフリカ系アメリカ人男性が亡くなってしまう実例を見てしまいました。彼女は、 何が起こったかについての完全かつ徹底的な外部調査とこの事件に関与した人々は責任を負わなければならないことを求めた。しかし元ヘネピン軍の弁護士として彼女はその事務所での8年間、商品を含む警察に対する刑事告訴を拒否したことで非難された。上院からの辞任を求める声もあった。ドナルド・トランプ大統領は FBI に徹底的な調査を要求したと述べ、ツイッターで哀悼の意を表した。私の心は、ジョージの家族と友人に向かっている。マサヨしは果たされる。トランプはまた、フロイドの死を悲しくて悲劇的と表現した。民主党の2020年の大統領候補である、ジョー・バイデンはツイッターで次のように述べている。ジョージ・フロイドは、 もっと良い人生を過ごすだったはずで、彼の家族は正義を享受すべきだ。彼の命は大切なものだった。FBI は徹底的な調査を行うべきである。地元の警察組合は関係者の指示を表明し、ミネアポリスの警察関連名は関係者に完全な支援を提供すると述べた。彼らはまた国民に冷静さを保つよう促し、今は 判断を急いで直ちに私たちの警官を非難する時ではないと言った。警察友愛会の代表であるパトリック・ヨーズは当局はフロイドの死において結果がどうであれ正義が守られることを保証しなければならないと述べた。全国の警察署長協会はフロイドの扱いに失望を表明した。ミネソタ州警察署長協会は ミネアポリスのアラドンド首席警察官による迅速な解雇を称賛した。国際警察主張協会と主要都市主張協会の両首脳は動画で見られたことを非難した。ヒューストンの警察署長であるアート・アセベドが率いる幕は次のように述べた。フロイドは深く憂慮すべきであり、すべてのアメリカ人にとって関心事であるはずです。警官の行動は、 私たちの職業の訓練とプロトコルと一致しておらず、マークはミネアポリス警察のメダリアーラドンド警察庁が関係する警官の雇用を終了するための彼の迅速かつ決定的な行動を称賛している。国家警察財団の会長は次のように述べている。これらの行動と無行動は多くの犠牲と勇気によってもたらされた進展を危険にさらすことになる。 ワシントンポストが憲法官と呼び、ロサンゼルスタイムズが率直な批判と呼んだことで、米国中の個々の警察署の指導者たちは、動画の中央にいる警官に反対して声を上げた。ロサンゼルスタイムズは、警察の指導者たちが自分たちの一人の行為を公然と軽蔑していたのは、稀な瞬間だったと述べた。警官の行動を非難した指導者は、 ニューヨーク市警察委員ロサンゼルス郡保安官とロサンゼルスの警察署長ボストン、マイアミ、ヒューストン、テキサス州オースティン、シアトル出身の元警察署長である。次に挙げる小さな都市の警察署長も同様に発言した。イリノイ州バッファローグローブ、アリゾナ州ツーソンテキサス州ラウンドロック、テキサス大学オースティン校、プルガービルテキサス、 ネブラスカ州オマハの警察署長はすべてフロイドの扱いに反対する声明を発表した。警察による武力行使の専門家たちは商品の行動を非難した。ミネアポリスの長年の警察官であり、ミネソタ州の警察官の約半分を指導するヘネピン工科大学の法執行及び刑事司法センターの元局長であるマイラン・マッソンは、 フロイド死亡の動画で見られた手法は少なくとも2016年までに教えられていたものだと述べた。さらに言うには制御できるようになったら解放します。それが力の使い方です。脅威が止まるまで使います。フロリダ州立大学の犯罪学及び刑事司法学部の元警察官で名誉教授のジョージ・カーカムは次のように述べている。私たちは 財産犯罪者を扱っています。あの男は地面に伏せていた。彼は誰にとっても脅威ではなかった。ミネソタ大学はミネアポリス警察との関係を制限するものであり、地元の警察に主要なイベントでの援助を受け負わないことを発表した。フロイドの死を受け、2020年6月2日は全米の音楽業界において、 ブラックアウトチューズデーというストライキが行われた。アップルミュージックも、この運動、並びに、T ショーマーベパストに賛同し、ホーユー、見つける、ラジオの機能において、通常のサービスではなく、運動の趣旨にあった楽曲の提供を行った。ソニーインタラクティブエンターテインメントも、6月5日に予定されていた、プレイステーション5用ゲームのオンラインイベントを延期する。 ことを発表し、ブラックライブスマターのハッシュタグを記載した画像をツイッターに投稿した。また、オンラインゲーム、コールオブデューティモダン・ウォーフェア、コールオブデューティ・モゾーン、コールオブデューティモバイルは、フロイドの死に対する抗議として、新シーズンの配信の延期を発表した。ありがとうございます。